まあ、出前さんが想像の3倍以上はね強かったんでね俺はちょっと2ブロックの応援しようかな。さあバースト切っていく。バースト、まあこのゲームバーストを早めに切るの全然ありですね。そうそう、それそれそれだけやってるよ、そのキャラマジでさあ当て身取られるけど、あれは500しか減らないであんま気にしなくてよし。さあ 2B でやらせをしていきましょう。 2B でやらせして区内に関しては回り込みをするといいですね。で BD はあんま強くないんで、リバサで打つよりはなんかコパンガードしてるときにコツ解くと、まあうまくいけばなんとかなるよみたいな。さあ A 連コンから大きい攻めがオルギアになって、さあ当て身取られてがっかりしていく。ギア切れ2B からの特化してるけど、まあたまたまやな。さああるよ。さあコマンドミスったけどバスト切ってくれた、やったぜ。ミサイル当たる、ワンちゃん立ち払いから、さあもう当たんないよ。あっビリコスケ、ビリコスケ、あーやめなしさあ一覧選手さん、あーハムさん、まあ、とりあえずオルギアになってミサイル撃っときゃええねんみたいな。まあ、厚み取られるけど、コパンが刺さる。まあ、このゲームに関しては中段そんなに速くないんで、ガードするんだったらしゃがみガードの方がいいですね。まあなんかバック出なかったとかなんとかね。オープンガードも大事ですよ。おう、うまいよ。リードファイヤーからタッチリとして、リードファイヤーそれは決まらない。俺は知ってるけど、まあいいけど、そう沈め、いや、結構出たね。おいでなくてコパンで暴れて、右のファイヤー立ち B から BC、 サミード当たらないが、さあ全然ワンチャン。さあコパンが早いですね、オスキは。アイギスが遅いんですけど、遅いっつうか短いっつうか。さあ BD 届かない、まだ残る、あるよ、全然あるよ、全然あるよ、あるよ。メイドファイヤーからのタッチビー、 BCBD メイド。さあここはバーソー、さあ置き攻め当て身こするという 2B、 せや、それや、 2B こすっとけ。あー許されなかった。さあ先方戦勝ったな、ハムさん。ドラかな、ドラ、まあ、多分ダッシュ A を出したくてドラになっちゃうっていうね、あるある。さあめくりセンタルフ、さあちょっとガード方向は難しいけど、まあ横だけです、横だけ逆です。ぴょんぴょん取るのも手ですね、それ。いや、あ、当て身置いてある、すごいですね、対空当て身は。なるほどね、まあオジェネ取れるしね。ドラから5番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 、ドローは2番と BD は届かないか、まあ、まだ全然わからないね。 BD カナスが投げから、まあ、カウンターだとこのゲームは繋がっちゃったりするんですね。
まあ、あの D の後何するのか正解これも知らないですけど、難しかったらジャンユとかでいいんじゃないですかね。まあ若干難しい形になっていて時間がちょっと怪しいですね。ホームインするがやり直し、体に出さない、まさのテントラフ、そして踏みかけから BD タイク当てみ取ってドバーン死んでしまうさあ大将です。テンダルフ、ここは強いんだけど、ちょっと分かんなかったらね、BD とするっていう傘があるんで、このゲームは。俺はそれはね、許されると思うんで、どんどん打っていった方がいいと思います。さあ、回り込み。ペルソナがいなくなると結構強いですね。ピカチュウできないし、コマナギもないし、まあ、椅子振り回すおじさんという、中段。さあ、ペルソナ帰ってきた。とりあえず雷かなんか当ててみたいな、関連させたらだいぶ楽になると思うんだけど、まあ、2B がタイミング合わない、難しいですよあれ。さあ、おしゃれのコンボからカールダインやるよ。さあ、ラウンド2、5番から椅子、そしてエレコン、さあからの BD ガソネ、さあ AC で暴れていく AC、 これは死んでしまう。いやー無駄しいということで1ブロックのチームが勝利ですね。やめだし、お疲れ様です。いやハムさん勝っちゃうじゃあ、そうですね。じゃあ、小学生も。